はい、超駅太郎です。びっくりですね、小池百合子。いろんなことが分かってくるんで、あのね、小池百合子さん、これね、ちょっと前のやつなんだけど、公約、選挙の公約っていうのは、7つの0というのを掲げてるんですね。待機児童ゼロね。うん。介護離職ゼロ残業ゼロうん、と、道の電柱ゼロ満員電車ゼロ 玉格差ゼロ。ペット殺処分ゼロ。どうやら、これが2000、うん、ちょっとこれがね、いつの話なのかなっていうふうに思ってると、あの、これが少し前の、4年前のニュースなんですよ。4年前のニュースで、さらに前ね、20年ぐらいにやったやつ。うん。 2020年6月のところで、これがやったやつで、4年前の公約いくつできたっていうニュースが出てて、できたのは動物殺処分ゼロぐらい。ただあの、満員電車ゼロはコロナの時に満員電車がゼロになったよ、ちょっと少なくなったよっていうぐらいなんで、ほとんどできてないと。密。密とか言って。やばいよね。 うん、7つのゼロの達成状況はねほとんどできてない、うん。達成できたのはペット殺処分ゼロのみだって。うん、待機児童ゼロは未達成ながらの就任時の比較して半分まで減らした。アピール。うん、今後も液体ミルクの復旧などって。<laughs> 満員電車ゼロは皮肉なことに緊急事態宣言や新型コロナの対策でリモートワークで、まあ70、70%減になった時期もあった。これ関係ないもんね。この人には関係ないもんね。まあ今いっぱいだからね。うん、うん。都道電柱ゼロ。電柱。うん、センターコアエリアでは95%地中化を達成したと誇った。だが、 えー、都が2019年に発表した資料によると、全体の整備系対象の地中化できたのはまず40%台だ。そっからできたのかなこれ。これちょっと前のやつなんだけどね。介護離職ゼロ。玉格差ゼロは達成状況が検証できない。うーん。やばいな。だから、あの、介護離職ゼロが進んだかどうかと伸びたか具体的な数値は明らかにしない。うーん。 ね。二階さんと仲良かったのかなこの人。どうなのかな、うん、だからこれ少し前の、あの、やつなんですけど、まあ、ほとんどできていないという。どうなんだ公約が守れなくてもいいのかなっていう感じにはなりますよね。その、政治家の公約っていうのは守れるかも、守れなかった責任を取った人は聞いたことないですよね。例えば、あの、 企業の社長なんかで、その公約が守れなかったら、公約っていうか目標値がって言ったら、やっぱりね、うん、それでもい続けるってなかなか難しいと思いますけど、これどうするのかな、このおばさんなんかおばさんって言ったら怒る人もいるけど、おじさんはいいならおばさんもいいでしょ、と私は思うんですよ。だったらおじさんっていうのをやめましょうって話になりませんかね。 おじさんおばさんって別に変な話じゃない通りようが、だって普通おじおばって言いますもんね。うん。自分のあおじですおばですっていうの。それにさんつけてるんで、悪い言葉じゃないと思うんですけど、嫌がる方は多いですよね。ね、うん。70代の人のお姉さんつってね、私たちが言うのは、まあ近い方だならいいんでしょうけど、さあこの人どうするのこれで選挙とか、 あの、今、やって、手振りながら、にコこじこ、よく歩けるなぁと思って。やっぱり、面の皮は厚いんでしょうね。そういうこと平気なんでしょうね。うん。はあね驚きます。ねうん、まあ、これ、島民だけの問題じゃないよね。うんこれ我々、と、まあ、島民だけ、あの、これ、東京都のお金、 だからって言って、うん、ねカイロの大学にお金をあれしたり、うん、まあ、都民の問題っていうことでいいのかなで、乙武さん、これ選挙通るのねえ、不思議でなりませんが、ちょっと見守っていきたいですね、ここは。はい。